ですね、見今エッグ模型の松尾さんと岡山鉄道模型館の中の人と、これくだらって読むんですか、くだら駅前って書いてますよ、でくだら貨物ターミナル駅っていうのがあるんですかね、はい、そっちに向かっております。デネブさんあっちのニンニクラーメンが好きそうですね、カイドだね、腹減ったわ、腹減ったのにもう2人の好物は鉄道でして、なんか鉄分補給はええんですけど、しかしね、これ時間費やしてるから、はい、ちょっとタイトになってきましたね。もう全然私は大丈夫です。スケジュールがタイトル、もうね、あの両サイドのお二人がですね、子供のような笑顔でちょっとあそこどうしても見に行こうって話になって、後藤さん泊まってるのは行かなきゃダメじゃないですか。その後藤さんってのは私はあの人の名前の後藤さんしか思い浮かばなくて、510っていうのがあるそうです。見てください、左コンテナ、もうこの近くでこのコンテナ見れるんですよ。ね、はいはい。もうね、コンテナ好きにはたまりませんからね。コンテナ好きっていうのいらっしゃるんですか。はい、コンテナ好きやったんです、昔。なるほど。あ、見てください、ほら。あ、はいはい。あ、でもこういうの見るのは好きですね、私も。あ、いいですね。これね、参考になるんですよ、その河川のあの最後の終端のところ。そうか。終端の、ここだけジオラマで作るっていうのもいいですよね。あ、まあ、これはあの外から撮ってるんでね、撮影自体は問題ないんでしょうけど、はい、この先にちょっと持っていくのものが、なるほど、あれ今田トライナーですね、バス ね、この線に、ね、止まるいうのはほんまに稀なんです。これは珍しいです。あの、あ、これですか、これ元、はあ、さて問題です、もともとどういう機関車だったでしょう、はい、もうそんな全然分からへん、全然分からへんわ。まあでも綺麗、ちょっとくすんでるのは綺麗ってことないか、河川のあれが、はい、あのもともと寝台特急の、はい、東京から北海道に行く寝台列車を引いてた機関車なんですよ、はいはい、でそれがもうなくなったので今貨物に、あ、向こう行きますか、あ、こっち側からですか、今貨物に渡されて、はい、あの大阪とか北陸とか行くのに使ってるんですよね。これが、岡山にも来たりします。あれが EF510 を後藤さんって言うんですね。そうです。510のその後503っていうのは、あれは、まあ500番台って言って、もともとその寝台特急に使ってたのが500番台の3つ目の機関車ですよ。ああ、まあでも年季入ってますし、この汚れ具合が、汚れがあの雪の中を走るんで。なるほど。北陸の、へえ、なかなかこれは珍しいんですか、ここに。これはここ止まってるのは珍しいです。なんかあのお二人によると、はい、もう千日に一回、いや分からへんけど。まあでもここにいるのは確かに珍しい。なるほどね。近くで見れるのは、はい、ということだそうでございます。はい、201だそうです。もう何が気象なんか一個も分かんなくてね。お二人からデネブさん撮りなさいって言われて撮ってます。なんか。もう少ないそうです。取れるうちに取っておくのが一番いいんですよ。取れるうちに。なるほどね。はい、ここから見るの切れることないですか。ですね、ほら、はい。ちょっとアップします。はい。こんな感じで。今日は土日なんで全く列車が動いてませんね。ですね。大きな子供が撮ってます。絵の撮れましたか。はい、ああ、広々していいですね。これがごめんなさい。もう一回名前何でしたっけ。くだら。くだら。221が来たってあの JR のことのようでございます。もうね、本当に松尾さんといい、岡山鉄道模型館の人といい、本当に詳しいですね。すみません、どこも分かると思う。はい、くだらのターミナル駅でございました。はい、以上でございます。ありがとうございます。